どうもこんにちは、保護犬預かりダリーです。最近保護犬を飼う人が増えてきているのはとてもいいことなんですが、一度保護犬を家族に迎えてから結局また捨ててしまうという保護犬の保護犬が増えていることをご存知でしょうか。今映像が流れているこの子、殺処分間近で保健所から引き出されて今また保護犬生活をしています。最近ちょっとそういう子が増えてきているので、今回は保護犬の保護犬について語ります。ちょっとこの子の場合は特殊事情なんだけど、殺処分間近で何とかして救ってあげたいって思ったんでしょうね。それで保健所から引き出したはいいんだけど、結局飼えなくて愛護団体に連れてこられたっていう子です。ちょっと地方にもよりますけど、保健所も殺処分したくないからってね、ちょっと簡単にこう譲渡しすぎですよね。だからちょっと今回の動画の趣旨とはずれちゃうんだけど、あまりにも可愛いから紹介しちゃいました。動物愛護団体には様々なバックグラウンドを持った動物がやってきます。元ペット、元野犬、元繁殖犬、迷子、人間の理不尽さによって生み出された保護犬たち。せっかく幸せをつかんだと思ったらまた捨てられてしまう。本当にかわいそうだよね。この子を保護しているみなしご救援隊犬猫譲渡センターさん、譲渡の面接で結構厳しいことも言ってます。そんなこと言ったら嫌われるよっていうようなことでもね、言わないといけないことはしっかり言う。まあ、結構雑な言い方するときあるからね、まあそういう人間味みたいなところが僕は好きなんですけどね。結構ね、しっかり面接して言うことも言うし、条件だって割と厳しめ。それでもね、譲渡後にやっぱり買えませんって言ってくる人は一定数はいるそうです。何が原因なんでしょうね。なんでそうなっちゃうんだろうねって思ったときに、やっぱ買ったはいいけど思ってたんと違うわっていうパターンが多いんじゃないかなって思うんですよ。例えばくるみを例に出してみると、僕は犬が好きだから犬にはベタベタ甘えてきてほしいし、いつでも機嫌よくて僕が呼んだら尻尾振ってやってくる、噛むなんて問題外、そんな犬であってほしい。まあ保護犬とね関わる前はそんな風に思ってました。でもそうじゃない犬は多い。くるみなんか特にそうですよね。今でこそこうやって落ち着いてきましたけど、未だにね多分機嫌悪い時は噛むと思うし、まあもうしばらくね噛まれてないから噛まないっていう最低条件はクリアしてるけど、それ以外のね犬っぽくてすぐ甘えてほしいとか、すぐ呼んだら来るとか、そんなの無理ですよこの子。それでも僕の家のルールにはしっかり従ってくれてます。みんなね犬に期待しすぎなんだと思うんですよ。なんかすごいしつけしっかりして、しっかり従えてる人とかを見たらかっこいいって思っちゃうし、なんか面白い芸ができたら SNS 映えするのかもしれない。でも犬はね家族なんですよ。自分の見栄のためのファッションアイテムじゃないんですよ。自分の子供だったらね、子供がどんなに悪いことしても一緒に謝りに行くし、子供は子供じゃないですか。犬も家族なんだから基本的にはその考え方ですよ。犬って人間の思い通りにはならないけど、自分の家での最低限のルールには従えるんですよね。今度は逆にリッキーの場合は相当な甘えん坊で、多分結構甘やかされてたんだと思う。だから先週はね常に一緒にいないとすぐ吠えてるし、ケージ入れてもすぐ出せって言うし、ちなみにリッキー今週も来てます。人間のご飯漏らしたんでしょうね。ご飯時になるとソファ乗ってくるし、相変わらず甘えん坊でベタベタしてくるけど、それでもちゃんとルールには従ってくれてます。そんなに頭は良くないけどね、頭の良さで言ったらくるみの方が全然頭いいもん。それでもリッキーはリッキーの可愛さがありますよね。くるみはくるみで可愛いし、リッキーはリッキーで可愛い。ルールはルールでしっかり決めて、あとは相手を変えようとするんじゃなくて、自分を変えたらいいんじゃないかなって最近は思います。 You can't change the world unless you change yourself。 これはね、自分を変えないと世界は変えられないっていう、まあ90年代の活躍した、まあ、有名なねラッパーの言葉なんですけど、犬との関係だけじゃなくて人間関係、仕事、まあ、いろんなことに共通するよなって思います。ということで今回映像に登場している子たち、サムネにもなってる子は広島で募集中、あとの子たちは、まあ、あの東京支部で募集中の子たちです。概要欄にね問い合わせ先が載ってますので、気になった子がいたらご連絡してみてください。こんな感じでこのチャンネルでは、なんか今日すごい噛むわ、めちゃ今日カット多くない？もうすごい噛む今日。こんな感じでこのチャンネルでは保護犬や動物愛護に発すブシュこんな感じでこのチャンネルでは動保護こんなチャンネルこんな感じでこのチャンネルでは保護犬や動物愛護に関する情報発信や、預かっている犬たちの里親募集をしています。最近ね動画編集の仕事もやり受け始めたので、気になんか仕事くださるっていう方がいらっしゃったら、概要欄にねメールアドレス載ってるんで、そこからメールください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。